今回は858533っていうフレーズをちょっと細かめに、ちょっと難しいんで細かめにちょっとやっていこうかなと思ってます。で、そうですね、まず始めてみようかなと。でですね、部屋が異常に暑く、シャツを何枚も取り替えなきゃならない状態なので、シャツの色が多分コロコロ変わるな、服装もコロコロ変わると思うんで、その辺は気にしないで見てください。で、ちょっと今から始めます。すいません、なんか余計なことをやってしまいました。ですね、まず8585331234123341234、これで一周です。で、アクセントついてる場所、1、2、3、4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 、
右足で拍を取れないので、結構難しいです。ハイハット代わりに振ってください。1、2、3、4。次はですね、右手をいつも通りなんですけど、右手を、アクセントシンバル、そのかフロア1、2、3、4。次はですね、左手をアクセントの場所をクラッシュで、その他をファーストダウンで右手はそのまま。で、最初はスネアでやると、
最初は表なんですが、2回目は裏っていう風になっていくんですね。だんだんずれていくんですね。だから、練習するときはカウントとクイックは確実に使ってみてください。そうじゃないとずれていきます、だんだん。で、あとはそうですね、自分がちょっと不甲斐なかったなとで、最後にちょっと僕自身の問題なんで、もう一回最後に何十回練習するか分かんないですけど、全部通してやってみます。で、よければ最後まで見てください。では、ありがとうございました。失礼します。